フィンガードラムですけど。フィンガードラム、そんなもん知らねえよ。お前立てよ。おめえやっちまうぞ。やめてくださいよ。はい、どうもこんにちは。今日はですね、こういう感じで MPC プレイヤー、このね MPC ライブ2を使った護身術の一つの提案ですね。今のはね、まあこれがあれば胸ぐらつかまれた時こういうふうに関節を決めることができるので、まあ力の弱い女性の方や子供、まあモテるかわかんないんだけど子供がにベストな、機材となっております。こういう感じでね、僕はこれから音楽以外の使い方も提案していこうかなと思っています。MPC ライブ2、最高です。お前ら、これに懲りたら、人に絡むんじゃねえぞ。はい。さあ、お願いします。あの人、MPC 忘れてる。